いえ、キロのためなら頑張れます。え、どうして？それは私が、お前の父だからだ！みたいな、ダース・ベイダー的な感じで、あ、なんだ？何今の音？あ、寝る方はおやすみなさい。ポッチーいらっしゃい。ホッチか。なんでしょう？調べに行きましょうか。ダース・ベイダー、スター・ウォーズだったら告白してた。父だと。お前の父だと言ってた。こんなのさっきまでなかったよね。そうですね。きっと先ほどの音の正体でしょう。おりますか？はい。このゲームね、分岐あるらしいんですけど、どこで分岐するんだろう。今のとこ一本道な気がするが。おや？おや？この扉、鍵がかかってるようですね。さっきの部屋で鍵を見つけたの。これで開けてみる。記憶の鍵使った。よし。あれかな？オーギュストはお母さんの一人も許すな。お母さんの死に関わってるみたいなことなのか？本日の講演は終了いたしました。またのお越しをお待ちしております。これは過去回想ぽい。団長だ。おい、キロ。誰のおかげで飯が食えてると思ってる？ジャンジール団長です。美しい。美しい。女の子にしか見えない。その通りだ。賢いぞ、キロ。その賢いキロにもう一つ質問だ。演目で失敗ばかりを繰り返す出来損ないライオンをどうするべきかわかるか？美味しいご飯を食べさせて、あったかい布団で眠る。答え、はい！痛みと罰を受け反省しなければなりません。くそー！そっちかー。甘やかしてほしいです。その通りです。とっとと倉庫の片付けしてこい。この出来損ない。甘やかしてよ。ごめんなさい。甘やかしてよ。甘やかしてよ。キロ幼少。なんだよ。あったかい布団で眠らせてくれよ。あったかい布団で眠らせてくれよ。ぼさっとしないで、さっさと仕事してくればどうだ。団長怒らせるなんてお前命知らずだよな。くそー。俺を甘やかせよ、もっと。あ、こいつ女相手に本気になってんじゃないわよ。くぅ！なんだなんだ？ダーツで勝った方がワインをおごるんだ。ワインとか、ファンタグレープにしときなさいよ。ああ、気はついてね。獣臭いわ。あっち行ってよ。調教の仕事以外では獣と触れ合う気なんてこっちはないんだから。ギスギスしたサーカスだな。ギスギスしたサーカスだな、ここ。帰りたいわ、もう。ギスりすぎだわ、これ。ギスってんな。至るところでギスって、なんだこいつ。ここは人間様の読書のお部屋よ。動物と化け物は出てってちょうだい。いや、動物はわかるけど、化け物もいるんすか、このサーカス。多種多様だな。僕まだ少ししか字が読めないから読めるようになりたいな。でも団長、絵本貸してくれないし、読んでみたいな。読めないのか。でも大人っていうかね、15歳のキロは読めてたってことは、勉強したのかな。ちゃんと文章勉強したのかな。ちょっと待って。こいつに話しかける？倉庫のお片付けしなきゃいけないので、そこ通してもらえますか？ああ、悪いがちょうどその倉庫へ運ばずの荷物を団員がひっくり返して道が塞がってんだ。片付くまで少し待ってくれ。やった。あと頼む。頼む。あら、お腹空いてるの。ふふふ、かわいそうに。獣にあげるお食事じゃなくてよ。わざわざそんな言い方しなくても良いじゃないですか。性格悪いです。おいおい、人間が立ち入り禁止だ。うまそうな肉があるじゃねえか、ここに。ゆっくりさえいらっしゃい。あ、くそ、肉に話、お前じゃないよ。俺は肉に話しかけたんだよ、今は。くそ。くそが。米さんがありがとう。俺今さっき肉に話しかけたんだよ。なんで壁越しに話を聞いてくるんだ、やつは。あ、なんかめっちゃたむろってる。たむろってるよ。オーギスって子供のくせに無口で何考えてるかわからないから何して勝つか怖いわよね。さっきオーギスとかコソコソしてたが、あいつまた何か変なこと始める気じゃねえだろうな。あの子おとなしそうに見えておっかないわよ。近づかない方がいいわ。そんなおっかないの？ふん、まあ、オーギスって噂じゃ、街中で、裸足で歩いてた一文無しの孤児だったそうじゃない。団長に拾われてからは無事にここで生きるのに必死なのよ。あの子も苦労してるわね。この人はオーギストの味方？オーギュ、あ、いないな、オーギュスト。ベッドが3つ。
ベッドが3つあります。オーギュスト幼少期に会えばいいのかな。あ、気になるものはない。ないのかよ。ピアノだ。ピアノ。すまない。すまない。突然のあくびすまない。そう、こうあくびをしないためにも俺は放送前にモンスターを飲もうと思ったんだが、すっかり忘れていたようだな。忘れていたんです。勝手に歩き出した。お、あ、お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 、オーギュスト。この子確か仮面の面積が少ない。あの仮面もあれかな。歳とともに成長していくのかな。え、半分素顔ですよ。イケメンだやっぱり。ん？この仮面も成長するのかな。君、う、うん？これしばらくの間でいいから預かってくれないかな。あ、壊れた懐中時計を手に入れた。え、別にいいんだけど、これ壊れてるみたい。どうしたの？しばらくでいいんだ。また取りに来るよ。うん、わかった。ありがとう。なんだ、盗品とか盗品預かってろみたいな。なんだったんだろう。懐中時計さっきのあれにも出てきたよな。あの異空間的なとこにも。オーギュスト、イケメンだな。大きな石像が。うん、飾られてるが。団長の部屋へ勝手に入ると怒られる。やめておこう。団長の部屋から出てきた。うむ、クリームいらっしゃい。団長のやつを盗んできたみたいなこと？どうすればいいんだろう。ああ、開いてる開いてる。いけたわ。クリームいらっしゃいね。いけたいけた。あ、そこの前、ちょうどいい、ちょっといいか。なんだなんだ。僕？そうそう、お前だよ。このサーカス館内でお前くらいの女の子見なかったか？とにかく、みなりのいい娘だ。うん、わからないです。女の子。そこ悪かったな。見かけたら団員に知らせてくれ。たく、なんで俺が貴族娘のお遊びに巻き込まれなきゃいけないんだよ。団長も人使い荒いよな。それは、そうと、お前なんでこんなここうろうろしてんだよ。あ、あ、わかった。雑用だろ。またお前今日の演目失敗してたもんな。ふむ、右の廊下をまっすぐ行って、突き当たりをさらに右に曲がったところに荷物がたくさんあるから、それを片付けてくれ。はい。じゃ、娘の件頼む。俺は他探してくるから、お前も仕事サボんじゃねえぞ。ほーい。ほーい。右に行けって言われたよね。だから僕はあえて左の道に行きます。カルアミルクいらっしゃい。あ、なんかある。ピンク色の羊毛的な。何もない？あ、ここなのか。あ、右の右って、やつ、キロから見ての右の右なのか。なんだよ、正解のルート言っちゃったじゃねえかよ。は、今日も一人で全部お片付け、頑張らなきゃ。くそー、紛らわしい言い方しやがって。俺はここに来たくなかった。なんだ。は、もう迷子になっちゃったわ。可愛い雰囲気を醸し出している。が、見えない顔が。え、コーヒー、茶いらっしゃい。あら、あなたは？あ、それにしても珍しいところね。今日サーカスを見に来たんだけど、物足りなくて探検してたところなの。あれ、この子もしかして。あ、私がここにいることはまだ団長さんたちには言わないで。え、わっこいらっしゃい。だってここ見たことないものがいっぱいでとても楽しいし、それに私もっと遊びたいのよ。ね、でも、ね、お願い、少しだけだから。うん。ところであなたもしかして、さっき玉乗りに失敗してたライオンさん？バウムいらっしゃい。そうなのね。うん。やっぱり難しいのかしら。あんな丸いものの上に立つなんて、普通できないわよね。むずいと思うよ。ごめんなさい。大丈夫よ。次はきっと成功するわ。優しい。私もね、舞踏会のダンスのお稽古で、いつも相手の足を踏んづけてしまうの。やりたくないことやらされて、ほんと嫌になっちゃうわ。私だって自由に遊びたいわ。そうだね。ね、私たちお友達になりましょう。私、メリルっていうの。メリル、メタルギアを思い出す。メタルギアを。友達？そうよ。あなた、お名前なんて言うの？キロ、キロだよ。じゃあ、キロ、私と一緒に遊びましょう。メタルギアを思い出した。ご単位いらっしゃい。メリル王女様、ずっと探していたのですよ。どこにいらしたのです？
ごめんなさい団長さん、あんまり珍しいものばかりで目を取られていたら迷ってしまって。嘘をつ、嘘をつ。そしたらライオンさんが助けてくれたの。そうでしたか、そうでしたか。ささ、お父上様が心配なさっておりますゆえ、お屋敷までお送りしましょう。そうね、じゃあこの親切なライオンさんに送ってもらおうかしら。え、申し訳ございません、メリルお嬢様。こいつはまだ仕事が残っておりますので。なあ、はい。そう、残念だわ。じゃあ団長さん送っていただけるかしら。はい、もちろんでございます。すぐに馬をご用意いたしますね。くそー。そばっかつきやがってみんな。ふうまるいらっしゃい。また遊びましょう、キロ。あ。多分もう二度と会うことないんだろうな。そんな気がします。変わった子だな。惚れたか？惚れたか？舞台背景は中世なのかな。あ、お母さんだ。そういえば今日、迷子のお嬢さんを見つけて助けてあげたそうね。お母さん。あ、うん。ゆゆゆいらっしゃい。でもなんかね、ちょっと変わった子なの。貴族なのにこんなところに来て、しかも僕と遊ぼうって。うふう、よかったじゃない。楽しそうなお友達ね。また来るって言ってた。あら、それは楽しみね。それじゃあそろそろ寝ましょう。明日も早いわ。うん、おやすみお母さん。おやすみなさい、キロ。舞台は19世紀なのか。ありがとう。で、また調教が。お前はどうして俺を怒らせるのがそんなに得意なんだ？あの、僕何かしましたか？何をとぼけてるんだ？このバカライオン！バカライオン。俺の大事な懐中時計を壊した上に、一週間も隠し続けていたのはお見通しだ。何？子供だからって容赦しないからな。それ俺じゃないよ。うわぁ。僕知らなかったんです。何？その懐中時計はピエロさんから預かったもので、あんにゃろう。だから僕、団長のって知らなかったんです。オーギュストのことか？ふん、バカ言え。あいつはお前と違って優秀な男だ。オーギュストがお前みたいに薄汚いライオンを構うどころか、眼中に入れるはずもないだろう。団長、頼まれてたものをお持ちしました。ああ、早かったな。そこら辺に置いておけ。常数にグラパパいらっしゃい。はーい。オーギュスト。オーギュスト、こっち見ろ。あ、ほら、おなら、おならコレクションを。そうだ、オーギュスト、ちょうどいい。ん？ここにいる薄汚いライオンが、俺の大事にしていた懐中時計を壊したのはお前だと言っている。はっ。そうだよね、オーギュスト。どうなんだ？すいません、記憶にないです。こいつ。見ろ！自分の失敗を人になすりつけるようになりやがって、ますます醜い動物だ。痛い。団長、それは。動物たちは覚えが悪いからな。こうやって教えてやってるんだ。特にこの出来損ないライオン、今度は嘘をつくようにもなりやがった。うわぁ、痛い、痛いよ。お母さん。うわぁ、泣いてる。ボロボロ泣いてる。そうですか。私は次の公演に備えて練習しますので、そろそろ失礼します。ダイヤいらっしゃい。ああ、わかった。お前には期待してるからな。はっはっはっは。どうして？ちょっとボリューム大きいかもしれないけど、そろそろ終わると思うので。結構ボリュームの差がありますね。BGM ごとに。ごくごくごく、おならを。おならを一気飲み。やるねえ。くっくっくっ。美味しいか。あはは。ハイになってるハイに。さあ、続きをしようが、キロ。はっ。おなら補給も済んだしな。飲んだ。おならを飲んだ。まだ無知の音が耳に残ってる。普段から殴られてるみたいだし、許してくれるよね。それに団長はただ、調教してるだけ。普段から失敗する方が悪いんだ。オーギュスト。練習しなきゃ。オーギュスト、何か理由があるの？理由があってもダメだぞ。俺は叩かれたんだからな。お前のせいで。うわ、やっと終わった。なんで僕がこんな目に。今日は珍しく演目を無事に終えたから、何事もなく一日が終わると思ってたのにな。ん？どこからか甘い匂いがする。そういえば、お腹すいたな。甘い匂い、あ、待って。なるほどね。